バリの配信見ててさ、なんかボーナスがみかんだったみたいな話見てて、いやでもマリンは本当に17歳だけどすごい茨の道を歩んできたんだなと思って、団長はね密かにね尊敬してるんですよ。うん、団長はねなんだかんだ恵まれてると思うからな、人生。いやまあ辛いこともありましたが、団長もねまあ家がない時代もありましたけど団長も家がなく家族みんなでね居候してた時期とかもありましたが、まあそれはね小さい幼少期だから、幼少期の話だからね、団長今はねすごい恵まれてると思うんです。そうそう、ちょっとになるまでな、頑張っていきたいなと思いますよ表現、まあ、でちょっと短期間だけどね、そうそうそう、短期間だけそうそう居候してた時期もありました。あったな、で居候先の猫ちゃんがね気が強くてな、猫ちゃん頭いいから団長のこと、団長たちのことをね、まあ、隠したなってわかるんだよ。あ、こいつら家がねえんだみたいなあ、こいつら家がねえから俺様の家に上がり込んでんなって言ってね、膝の上にしょんべんされたりいろいろありましたね。まあ、でも猫ちゃんかわいい、うん、かわいかった。いやーいいですなーと、シャーどころじゃない、団長のお膝がおトイレになってましたね。いやーなんかいろいろ思い出してしまいましたよ思い出してしまいました。飲みましょう。